ローズボールはアメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナにある多目的球技場。1921年に建設が開始され1922年に完成した。1923年1月1日には南カリフォルニア大学とペンシルベニア州立大学の対戦でローズボールゲームが開催された。1982年以降は UCLA フットボールチームが ホームグラウンドとしている。収容人員は92,542人。1987年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ローズボールはサッカーにもしばしば使用される。1984年のロサンゼルスオリンピック。1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会。1999年の FIFA フフ女子ワールドカップ。 2011年のゴールドカップなどの国際大会の決勝戦が行われ、特に FIFA フフ女子ワールドカップ決勝戦で9万185人、ブラジルが PK 戦の末に優勝を果たした FIFA フフワールドカップ決勝では9万4194人の観客を集めた。現在のところ、男子、女子共に FIFA フフワールドカップの決勝戦を開催したのは、ここ、ローズボールだけである。 1996年から2003年まではメジャーリーグサッカークラブロサンゼルスギャラクシーのホームグラウンドであり1998年の MLS カップ決勝が開催された1977年に最初に第11回スーパーボールを開催して以来計5回のスーパーボールが開催されている2015年7月2016年以降に NFL チームへの短期レンタルを行うかどうか、オペレーションチームによる投票を行い、11から0の満場一致で拒否することを決定した。ありがとうございます。